どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回ははいウクレレで、沖縄に来てるんですよ。見てください、青い海とこの晴れた空とあのヤシの木も。こういうところでですね、まあ、割と沖縄でいろいろなイベントをやりに今回来たんですけども、最初はですね、RBC ラジオ放送で、まずラジオ番組にゲストを呼んでいただいてやりました。はい。で、昨日6月15日は、なんと純駆動書店那覇店さんでトークショー&サイン会やったんですけど、見てください、この写真。満員御礼です。もう本当にたくさんの方に来てくださってもらって、本当にありがとうございます。で、せっかく沖縄に来てるんだから、沖縄の曲を、ここで、外でレッスン動画を撮ろうと思って、今からやりますよ。やる曲は、あざとやユンタ。はい。やりたいでしょう。簡単にしましたよ。ガズレレバージョンで。ウクレレやってみたい方、この辺、右上にあるリンクを、カメラ動かしてダメですよ。クリックしてくださいね。はい。初心者レッスンは、ここというところを見るだけで、どんどん弾けるようになります。はい。そして、お知らせとしては、6月16日、本日、沖縄でガズレレ引退合唱やりますね。お時間ある方来てください。さあ、それでは早速、あざとやユンタ。ガズレレ流シンプル簡単バージョン。あ、いつ2バージョンやりますよ。からやってみます。ワン、ツー、スリー、サー。君はの中の茨の花が咲いくれて会えば、やれば知らゆりやれはままならぬ、また張りぬちんならかぬさまよ、また張りぬちんならかぬさまよ。せーの。ということでシンプル簡単バージョンやってみました。これね、沖縄の方言があるんですよ。今日見せましょう。はい、これです。これ見える？映ってる？これをね、書き写してやるのがいいと思います。本当はね、もっとちょっとあるんですけど、まあ、レッスン動画なんで1番と2番だけ。出てくるコードは、今やったシンプル簡単バージョンはこの入門コード4つです。はい。C、A マイナー、F、G、7。E7 はかっこいいバージョン出てくるんです。これはいつも言ってるんですけど、ガズレレの基本中の基本。ガズレレ必須コードですからね、必須コード。はい。これ必須コード、覚えておいた方がいいです。ここのリンク先で覚えておいてください。で、じゃあ、こっからもうどんどん行きますよ。かっこいいバージョン。これはですね、いろいろ持ったんですよ。夏川りみさんバージョンだと16ビートで結構ね、踊れるような感じなんですけど、やっぱりこれアルペジオがいいなと思って、アルペジオでしっぽりやってみようと思います。それでは、かっこいいバージョン、やってみる！ワン、ツー、スリー、フォー。アルペジオでね。さあ、君はの中、茨の花が咲いてくれて帰れば、やれほうに引き止める、また張りぬちんならかぬしゃまよ、また張りぬちんならかむしゃらよ。ささはいやはいやいやささ嬉しい恥ずかしい浮き間を立ててさゆりゆり主は白百合やれほにままならぬまた張りぬちんならかぬしゃまよカヌーシャマヨハイヤイヤササスイスイスイヒヤササハイヤホイイエーハイサイ。とにかく今暑いです。はい、じゃん。というわけでやってみました、あざとやユンタ。
ってガズレレバージョンで簡単バージョンにしてますからね、こういうの気楽にぜひ沖縄来たらこうビーチ沿いとかね海沿いで楽しくやるのは最高だと思います。今も実際超気持ちいいんですけど、めちゃくちゃ暑いです。日差しがね、これはですね、あんまりこういう日差しの下にいると本当に危ないやつなんで、そろそろやめようと思うんですけど、はい、ガズレレ最新情報ガズレレ .com をご覧ください。ちょっと今日はいろいろあるんですけど、とにかく近々の情報は6月30日に長野に行きます。7月6日に、東京代々木公園で千人ガズレレ、この辺の最新情報ホームページでご確認ください。それでは今回暑いんでもうやめますけどね、はい、楽しく楽器音楽やろう。さよなら、バイバイ、またね。ココナッツのフレーバー、ココナッツのフレーバー。